今回ですね、D&H さんのこの家づくりについてのお考えを佐久市社長に伺いたいと思いまして、参りました。どんな家をですね、志していらっしゃるのか。家の特徴としてはですね、まあ相変わらずなんですけれども、その外断熱を中心として、性能としては外張り断熱、それから環境共生、これはいかに直射日光だったりとか、うん、そういうのをコントロールしながら快適な住環境を生み出すかということ、はい、それからあとはデザイン性ですね、はい、まあ、これが美しいもの、それから快適なもの、うん、これは追求していきたいうちのテーマだと思ってます。なるほど、はい、外張り断熱、環境共生、そしてデザイン性と、これは3本柱なんですね。そうですね、はい、やっぱりその家づくりそのもののプロセスをですね、すごく大切にしてらっしゃるというふうに伺ってます、うん、どんなプロセスを踏まれて、どんな思いで接して接種の方々といらっしゃるんでしょうか。そうですね、はい、うちのやはりお客さんというのは小さいお子さんがいらっしゃる方が多くて、はい、マンション買ったり建て売り住宅を買われる方よりもやはり注文住宅ということで、自分の思いを持っているあの方が多くて、はい、ただどういう、 こう生活をしたいだとか、うん、どういう家に住みたいとかいうのが大体持ってらっしゃる方が多いんですよね、はい、だからモデルハウスであったりとか、はい、そういう見学してもらって、あ、こういうのいいなというヒントの中で、はい、そして一緒に家づくりをしていく、うん、まあ、一般的には、まあ、ハウスメーカーであれば、はい、間取りも大体こう決まってて、うん、いろんなものが企画で決まってて、うん、そしてその中に自分を合わせていくというですね、家づくりが割と多いと思うんですけど、やはり家はその家族一家族、それからその土地に合った間取りであったり、その窓の位置であったり、玄関の向きであったり、100個あれば100通りの家づくりがあるんで、これを一つの商品には絶対できないわけですよね。お客様が思い描いてるその生活を実現するために我々が一緒になって考えていくってですね、例えばこうリビングは何畳ぐらいって言われると、なぜですか、まあ、私は広い空間で子供が見える、いつも見えるようにしたいとかですね、ではそれを実現するためにはどうしたらいいかとかですね、なぜそうしたいかという目的を明確にした上で、それに対してどうすることが一番この敷地、この家にとって一番いいかということをアドバイスしながら、はい、できることできないこと、うんうん、それからやった方がいいことやらない方がいいこと、はい、例えばせっかく外断熱で作ってて、まあ、夏場の西日が入ってくる位置に大きな窓を作ったりということは、やはりいくらそこが景色が良いとしても、はい、その後々温熱環境で部屋の中がやっぱり良くないんで、なるほど、まあ、そこの窓は小さくしましょうだとか、なるほど、まあ、南であれば軒をつけて、軒を90センチか1メーターぐらいの軒をポンと出すと、はい、まあ、南の夏場の直射日光が窓に当たりにくくなってくるだとかですね、この辺をしっかりアドバイスさせてもらって作っていくというところなんですよね。そのプロセスっていうのが非常に大事かなと思ってます。まあ、自分の両親の家、それから親友の家、はい、兄弟の家、はい、まあ、そういう気持ちで、うん、その正しいアドバイスをですね、はい、自分だったらどうするかということをプロとしてアドバイスしてあげて、はい、向かい合って座るんじゃなくて横に並んで同じ方向を向いていくというですね、やっぱり一ついい、そのお客様のいい家を作るということを同じ目的で作っていくというですね、今までのその日本の家づくりの作り方とか、うん、そういうのを変えていきたいなとは思ってますね。なるほど、うん。